はいそれではですねいよいよ本編に入っていきましょう、エクスプロアトリーオンラインセミナー58、エクスプロアトリかけるセールスフォースの話を始めていきたいと思います。 はい、でこの Salesforce、今まで我々サポートしていなかったんですが、先日リリースした,リリースしたエクスプロアトリーバージョン6.6の方でサポートしたような形になってますので、まだエクスプロアトリ最新のバージョンにアップデートされてないという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひアップデートしてお試しいただければというふうに思います。で今日のアジェンダです。えー、今日はです、ね、この Salesforce に関するライフサイクルとして、えー、全部で,です、ねえー、6つのポイントをご紹介できればなと思います。データの取得、データの加工、チャートの作成、ダッシュボードの作成、共有、スケジュール、ダッシュボードのパラメーター化。で最後に 統計機械学習モデルを利用した予測と分析という話に入っていきたいと思います。じゃあ、早速ですね、データの取得という話から入っていきます。で、まずこのデータの取得の話をする前にですね、Salesforce、えー、今契約がある方っていうのはご存知かもしれませんが、Salesforce っていうのはいくつかのエディションですね、できることがこうエディションによって決まっているような形になるかと思うんですが、エクスパートリーでの Salesforce の接続をサポートしているエディションというのがございます。まあ、エクスパートリーだからというよりから、Salesforce の API の使用というような形になってます。で、この中で言うと、プロフェッショナル、エンタープライ リミットパフォーマンスデベロッパーというような形になってますので、このどれかのバージョンをご利用いただいている方に関して言うと、エクスプロアトリからそのまま Salesforce のデータを取ってこれるというような形になってます。 はい、でこのデータを取得するときに、実は2つのモードがあります。1つが UI を通してデータを取ってくる方法と、もう1つが SQL を変えてデータを取ってくるというようなやり方になります。この後 UI からデータを取ってくるというようなところはやりますので、ちょっとここら辺の質問は簡単にさせていただきます。でえー、と唯一、ですねポイントがあるとすると、ですねデータを取得するときに、多くの場合、案件のステージごとにフィルターをしたいだったりとか、こうカレンダーで絞りたいみたいなことっていうのがあると思うんですが、エクスパートリーから、セールスポースのデータを取ってくる。 というのはフィルターを使ってですね、必要なデータだけを取ってくるみたいなことができたりします。で、SQL の方はさっき紹介したような SQL を書いて、あギミチに言うと Salesforce の基表基本にのっとった SOQL というものを書いてデータを取得することができるような形になりますというところで、こちらのちょうどデモを交えて簡単に紹介させていただきます。で、データをひとまずこう、ひとえー、まずはインポートすることができたら、次にこうさっきもちらっと話ありましたが、まずはなんかこうデータをインポートしていきなり可視化っていうのはできないことも多いので、こうデータの 前処理ををしししていいいいくみたたなこととが多いという話をしました実際に、こう、Salesforce のこうユーザー様の話を伺っていると、こうデータをこうそのまま分析したりとか可視化できないので、名寄せをしたりとかですね、名寄せをするために一回 Excel にデータをエクスポートして、加工してみたいな話を伺ったりとか、あるいはテーブルとテーブルのデータをこうくっつける、結合する、Excel とかで言うと VLOOKUP とかっていう話だと思いますが、そういったものを使って、こう、データをまず加工するみたいなことをやっていると思います。エクスプロ r a t o r y の場合はですね、データをイン インポートしたらですね、えー、いきなりもう UI の方からさまざまなステップを追加してインポートした。いや、いやさ、あの,あのさ、はい、声がなんかシャリ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 するんだけどさ、そのマイクロフォンだと思うんだけど、はい、それどうにかできないから、はい、なんかシャリ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 してな、はい。たぶん、ど襟にくっついてるのわかんない、ね。襟にくっついてるんですかね。ちょっと待ってくださいね。うん、すいません。こ, <laughs> これをなんかこうすません。 めちゃくちゃ不器用ななんかあの気になったら気になる音って感じだよね。多分気になってる人もいると思うんだけどど,どうですかねちょっと言ってみようまちょっとそれでこれでいい,い <laughs> 了解ですまませんん、えー、皆さんごんお聞きしました、はい、でエクスパートリーの場合はデータをインポートしたらですね UI からさまざまなステップを追加して今紹介したような内補正をするためのテキストデータの加工であったりとかデータを結合するそういったことができるような形になります例えば今見てるようなデータでもこれお客様の案件のテーブルみたいなものなんですがこうお客様の中に SLA みたいなこう、えー、お客様名についてたりとかですねあるいはこういったインストレーションズみたいなものがついていてこういったものを全部こうきれいに取り去ってなんか必要な 必要なデータ、テキストだけを残したいみたいなことっていうのは、内容性でよくやったりすることだと思います。そういったものをこの UI から簡単に追加をしていくっていうことができるようになるわけです。で、こういったデータをこう加工するステップみたいなものを追加をしていくと、このステップっていうのはこう保存されているような形になっているので,で、保存されたこのステップの中身をクリックすることによって、後からいつでもこう編集することができるわけですね。例えば、ここで見ると、Generators, Generator, SLA みたいなこうテキストをこう取り除く、一括してこれらのテキストを取り除くみたいなこと やってるんですが例えばここにインストレーションズっていうのを、えー、後から取り除きたいっていうのがあるのであればこのステップの中身を後からアップデートするみたいなことができるようになるわけですで、こういったデータの加工をするときに毎回毎回新しいデータで同じ作業してたら結構非効率っていうことはあります エクスパートリーの場合は最新のデータに更新したいときにはこのサインインポートボタンというのをクリックすれば自動的に最新のデータをセールスフォースに取りに行ってデータをインポートして最終的にはこのもともと追加をしているようなデータの加工のステップというのを自動で実行するような形になるわけです。でこういったさまざまなこう加工前処理をしてです、ね、いよいよじゃあチャートを作成していきましょうというところになるのでここからはです、ね、実際のエクスパートリーを使ってですねセールスフォースのデータのインポートだったりとかチャートを作成するという話をしていきたいと思います。まずはデータ インポートするとというこころでこのデータフレームから今回クラウドアプリケーションデータからデータを取っていきましょう。そうするとこの Salesforce というのが見えるので Salesforce をクリックします。Salesforce のアイコンをクリックするとですね、Salesforce の中にですね保存されているテーブルの一覧というのがここから見えるような形になりますで、このテーブルをクリックすると検索をしてだったりとか、あるいはスクロールして自分が見たいテーブルみたいなものを選択することができるわけです。今回はオポチュニティと呼ばれるような案件が入っているようなテーブルを取っていきましょう。 すると今これ列を読み込みというのが出てました。列を読み込んで、今ここにある、このオポチュニティというテーブルの中に入っている全ての列が表示をされたような形になるわけです。であれば、この後何をしたいかというと、列をですね、必要な列っていうのを選択してインポートすればいいというところで、今回は例えばこういった形で全部インポートする、あ、ちょっと ID が抜けちゃいましたね、ID ワードから選択するってこともできますし、かこの辺の一番最後にあるような情報っていらないよねとかっていうのがあれば、個別に選んでこうやって外していくってこともできたりします。じゃあこれでですね、データのこのインポートの実行ボタンを押す とデータのプレビュー画面が見えますので、このまま保存をしていきましょう。で、今回はこのままテーブル名前、オポ p o r t u n i t y という名前で作成をしていきます。で、これでデータのインポートが今始まってて、データのインポートが終わると、 こういった形でデータのサマリ情報というのが見えてくるような形になるわけですね。まあ、30今回はなんかあの開発版のところからデータを取ってきているので、ちょっとデータの数は少ないですが、データが何行であるかであったりとか、各列の詳細情報というのが見えているような形になるわけです。じゃあですね、一つちょっとチャートをここで作っていきましょう。例えば、ここにネームというのがあります。これはいわゆる会社の名前という形になるんですが、各々の会社でどれだけの今案件、今期待収益みたいなものが期待できるのかというのをちょっと見ていきましょう。チャートを作りたいときは、このチャートというところに 移動しててチャーートトト作作ってもいいんでですすすがが簡単にショートカットから作成することができますじゃあ、このネームのこのチャートを作成というショート,ーョートカットアイコンをクリックします。そうすると、自動的にこのチャートビューというところの下でチャートが作成をされる。で、この場合ですと、ネーム、会社ごとに行の数というものが今 Y 軸で設定をされているので、会社ごとに何件案件があるのかなというのが見えているわけです。で、今回は例えば期待収益がどれぐらいあるのかなというところを可視化したいのであれば、ここからチャットをアップデートしてあげればいいというところで、じゃあ、例えば期待収益というのはこのエクスペクテッドレベ とかっていう形になると思うので、ここで Expected Revenue というのを入れましょう。で、こういったオポチュニティのデータであれば、案件がどういったフェーズになるのか、例えば提案フェーズなのかとか、交渉フェーズなのかであったりとか、そういったステージと呼ばれるような、ステージネームとかって呼ばれるような情報があったりするので、せっかくなんでそれも可視化していきましょう。この色というところから、ステージネームというのがあるので、こちらを選択します。 こうすると、ステージごとにですね、どのぐらいの期待収益っていうものが各社で見込めるかという情報が見えてきたような形になります。ちょっとこのままだとですね、各社の名前が見づらいっていうところがあるので、向きも横にしていきましょうか。まあ、こうすることによって、今、United Oil Refinery Generators っていうところが一番多いんだな、みたいなことが分かってきましたというところで、これで一つチャートを作ることができたんですが、皆さんちょっとこちらに注目をしてください。これが色にですね、割り当てたステージネームというところのまあ判例が見えているような形になるんですが、よくよく見るとですね、 例えばなんですけど、まあ一番下にこう制約を表すクローズドポンっていうのがあるものの、そのなんかネゴシエーションとかって多分最後のフェーズだと思うんですけど、ネゴシエーションっていうのが真ん中にあったりとか、なかこれうう順番がこう実際の案件の進捗通りの順番になってないみたいな風に見えてくるわけですね。でそうなったときにこういうデータをこのままだとなんかちょっと解釈がしづらいみたいなことがあったりするわけです。じゃあどういう風にしていきたいかというとですね、最終的にはこういうセルソースのデータをこう普段な 慣れつつ進んでいる方ではやばぱり一般的かもしれませんが、こういった形で案件が進んでいくごとにこう順番にこのステージを並べ替えたいっていうことがあるわけですね。なので案件のステージに順序関係を持たせたいというわけです。でその時にじゃ今どういうふうになっているかっていうと今っていうのはなんかヒアリング、制約、提案、見込みみたいなこうなんかこういった順番で表示されると混乱されるような順番で今色がついてしまっているみたいなことがあるわけです。 であればこの順番をステージが実際に進んでいくとどうなるのかっていうので並び替えてあげたいと。見込みがあって、ヒアリングがあって、提案があって、制約があるといった形でこういったところでこういった文字列型のデータに対して順序関係を持たせてあげたいっていうのがあるわけです。で、実はこういった順序関係を持ってるデータの型を順序付きカテゴリー、ファク,ーファクターというふうに言ったりするんですが、このファクターっていうのは今紹介したようにこの1、2、3、4というところで見込み、ヒアリング、提案、制約というところで内部的な順序関係を持たすことができるような データの型になっているわけですでこういった形でデータの型を作ってあげればですね、さっきのチャートというのもステージごとに色分け、順番に色分けすることができるんじゃないのかなというところでですね、じゃあ実際にこういうことをやりたいときにはどうすればいいのかというところで、ここでですね、データラングリングの出番だというところで、実はこのループでいうと、データアクセス、データラングリング、可視化ってなってますが、こういった形で一般的に皆さんがデータ分析をするときっていうのは、可視化とこのデータラングリングっていうのは結構行ったり,する行ったり来たりするような形になるというふうに思います。 ので実際にそれをエクスプロラトリーでやっていきましょう。今こちらの方でチャートを作ることができました。じゃあ今この順番を正しい順番に変えていきたいというところがあるので、まあ、今回はテーブルビューの方に移動してですねステージネームの順番を変えたいというところがあるので、こちらのステージネームのレッツヘッダーメニューからこの順番をセットしたいときはこの値の順序をセットというのが使えるので、こちらから手動で値を選択というのを選びます。こうするとですねこの候補が出てくるので、どういう順番に順序関係を持たせるかというのを指定することができ ででできるんすすが今回私ですねあらかじめカンニングペーパーを持ってきていますので、このカンニングペーパーを貼り付けてですね実際に実行していきたいという,ふうに思います。じゃあ、こちらで実行ボタンをクリックしましょう。こうすると、ですねさっきやったこの文字型、この1番目のステップでは文字列型のキャラクターだったと言ってたデータが2番目のステップに行くとファクターというところで順序関係を持ったデータの型に変えることができました。 であれば、こちらの方をですね、チャートの方に移動して、これをチャートに反映させていきたいというところがあるんですが、変わってないように見受けられますと。順番そのままですね。なんでかっていうと、エクスプラトリーは、このチャートを作るときには、このピンというところで、どのデータに紐づけてチャートを作るかというのを選択することができるような形になっています。今回、この2番目のステップで、このステージネームの順序関係を作るということをやったので、じゃあ、この2番目のデータでチャートを可視化したいというところがあるので、ピンをですね、この2番目のところ。 とところに移してあげるとそうするとこの判例の順番が変わったのでクローズド・ボーンネゴシエーション・レビュー・プロポーザル・プライス・コートというところで実際に案件がこう進んでいく順番ごとに えー、色々並び替えることができたというところで、こういうふうに見ると、あ、クローズドボーンっていうのが結構多いんだなみたいなところ、より直感的にであったりとか、グレーのいわゆるネゴシエーションレビュー、いわゆる最終段階みたいなところになっている案件が多いんだなみたいなところを直感的に理解し始めることができるようになるわけです。こういった形でですね、データラングリングをして可視化をするという話をさせていただきました。 じゃあ、チャートをですね、いろんなチャートを作ることができたら、ここからそのチャートを最終的にはレポーティングっていう形でまとめていきたいということはよくある話だと思います。なので、ここからはですね、ダッシュボードの作成、共有、スケジュールという話をしていきます。で、皆さん、こういったダッシュボードをこう作ってビジネスでモニタリングしていくということはよくやることかなというふうに思いますが、エクスパートリーのこのダッシュボード、いくつか特徴がございます。 例えば、一つはですね、さまざまなタイプのチャートをこうダッシュボードにまとめられるということがあるんですね。例えば、こういった今、一番上にあるようなところで言うと、どういった風に、どういった今、ビジネスが進捗しているのかっていうのをすぐ理解できるような、こういったナンバーチャートを入れたりですね、あるいは、今日この後も触れますが、時系列予測、機械学習とか統計のアルゴリズムを使ってのアナリティクスのチャートを入れられたりとか、あるいは、サーズ、サブスクリプションのビジネスでよく分析をするような、こういったコホート分析のチャートを入れたりですね、あるいはこういったマップを入れたりとか、まあ、さっき作ったようなチャートを入れるというところ。 でまこのチャートっていうのは実は1つのデータではなく同時にさまざまなこうデータソースから作ることができるようになるわけですね。例えば実はこの上の3つのナンバーっていうのは MySQL から来ていてこの ユーザーーザ数いいうのは Google シートから来ているこういった時系列の予測をするときは Google アナリティクスのデータを使って、広報と分析するときはビッグクイ e のデータを使う。今日やるセールスフォースのデータはこうマップの可視化に使うというところで,ですね。こういったところで単にさまざまなチャートをこうまとめられるではなく、そのチャートというのはさまざまなデータソースから作ることができるというところも一つの特徴になっています。で、最後にですね、今ちょっとステップという話をさっきデータの加工のところでご紹介しましたが、エクスプロアトリー、このステップに紐付けてチャートを作るということができ でできるるようなな形になっているので、まあ、こういったステップを追加していくといろんなステップがこのステップのステップメニューのところに追加をされていくような形になりますが例えばこのナンバーというのは1番目のステップから来ているよこちらの方は3番目から来ているよというところでステップに紐付けたチャートというものをダッシュボードにまとめられるというような形になっているわけですじゃあ実際にですね、えー、せっかくなのでダッシュボードちょっと簡単なものを1個作っていきましょう通常ダッシュボードを作,作りたい時はですねこちらのレポートというところをクリックしていただくとダッシュボードノートスライドというものが出て きますあのノートっていうのも作ることができるんですが、今回はダッシュボードの話をさせていただきます。でこちら、ダッシュボードをクリックすると、空のダッシュボードみたいなものが出てきて、そこから作ったチャートっていうのを1個ずつ入れていくことができるんですが、今回はですねあらかじめ私の方である程度ですね、この、えー、ダッシュボードをあらかじめ作っておいたような形になってますので、こちらの方にさっき作ったチャートを挿入していきたいと思います。で、じゃあ一番右下のここにちょっとさっき作ったチャートを入れたいなというところがあるのであれば、チャートまたはアナリティクスを追加というのを選びます。 でこちらの方からチャートを作ったテーブルっていうのを選択していただいて、このさっき作ったチャートっていうのが見えてきたので、こちらから OK をします。この時チャートがいっぱいあるときとかっていうのは、この検索ボタンからチャートの名前だったりとか、チャートに挿入したコメントで検索をして、チャートを挿入するってこともできたりします。じゃあ今回このネームというところでですね、えー、挿入することができたので、こちらから OK というのを押しましょう。そうすると、こちらの方にチャートが追加をされました。これちょっとネームだと名前分かりづらいなっていうのがあるのであれば、タイトルを編集することもできます。 例えばここでいうと、会社ごとの期待収益。期待収 いうような名前に変えてあげるということができるわけですね。で、他にもこういったチャート、レイアウトを変えたいというのがありますよね。例えばこのナンバーのチャート、ちょっとなんか大きすぎるなっていうのがあれば、縦の高さを変えてあげたりとか、あるいはこういった横幅を変えたいとかっていうのがあれば、自由にですね、レイアウトを設定するということもできます。まあ、他にもですね、この横幅、なんかちょっとこういった形でちょっと極端なレイアウトにしてしまった等間隔に戻したいとかっていうのがあれば、幅を等間隔にするというのをクリックすれば、 幅が高になりますし、高さを均等にしたりとかっていうのがあるのであれば、高さを均等にするってこともできたりします。じゃあですね、これでダッシュボードを作ることができたので、ダッシュボードをじゃあこの隙に何をするかというと、実行を押すと、作ったこのレイアウトだったりっていうものをプレビューとして見ることができるようになるわけです。こちらの方でダッシュボードを実行すると、ダッシュボードの結果が返ってくるような形で、こうやってアウトプットを生成中となっておりますので、ここから。 ダッシュボードを作ることがでできたわけですで当然こういったさっきも同じような話がありましたが Salesforce のデータっていうのは日々更新されているような形になります。 じゃあ、データが更新されたとき、新しいデータでこのダッシュボードを更新したい、見たいというときはどうすればいいかというと、このデータの再インポートボタンというのをクリックするだけで、最新のデータを Salesforce から取得をしてきて、今紹介したようなステップですね、ステップの処理を実行した上で、チャートというのは各ステップに紐付いているような形になるので、自動的にこのダッシュボードの中身というのが最新のデータにすべてアップデートされるというような形になるわけです。 はいで簡単にですねダッシュボードを作るという方法を紹介しましたが今度はですねダッシュボードを共有したいだったりとかこう自動で更新をしたいという話があるかと思いますそこで実はエクスプロラトリーはですねエクスパートリーサーバーにですねこのダッシュボードをパブリッシュするということができますでエクスプロラトリーサーバーにこのダッシュボードをパブリッシュするとですねいくつかのことができるようになります 例えばそれはチームのメンバーに共有したりとか、自動かつ定期的にデータを更新する。あるいは、あるいは共有されたメンバーがそれぞれこうセルフサービスでデータを絞り込む。こういったことができるようになります。でこちらの方ですね、一個ずつちょっとご紹介させていただければなというふうに思います。まずは共有というところで言いますと、実はこのダッシュボードを実行するとですね、右上のところにこのパブリッシュというようなメニューが見えてきます。こちらの方をクリックするとですね、このパブリッシュのためのこういったダイアログが出てきます。 こちらでタイトルだったりとか概要だったりとかタグというものを、どういった情報をつけてですね、エクスプロラあたりのサーバーにパブリッシュすることができるような形になります。で、こちらですね、パブリッシュをすると、こういった形で1位な URL が発行されるような形になるので、こちらの URL に、例えばこのブラウザで表示とかっていうのをクリックしていただくと、まあ、そちらの URL に飛ぶので、そちらからブラウザ経由でダッシュボードを確認するということができます。 でさらにこういったものをチームだけで見れるようにしたりとか、特定の人だけに見られるようにしたりと、当然これがパブリックで誰でも見れるような状態になってしまったら困りますよね。そういう時には、このプライベートモードにチェックをつけて、パブリッシュをしておけば、基本的にはこう共有された人しかこのダッシュボードを見ることができないというような形になるわけです。あのちなみにデフォルトの設定はオンになってますので、何も考えずにパブリッシュをしてもプライベートな状態で、このダッシュボードはサーバーで公開されているというふうにご理解いただければと思います。 でじゃあですね、さっき発行された URL にこうアクセスをして、今度はこのダッシュボードを自分がブラウザを通して見れるようにしたいだけではなく、他の人にも見れるようにしたいということがありますよね。そういったときには、実はこのブラウザにアクセスをして、この共有ボタンというのがありますので、こちらをクリックしていただくことで共有することができます。 この共有ボタンをクリックすると、この共有のためのダイアログというのが上がってきますので、こちらの方から共有したい人のメールアドレスをタイプするような形になります。すで既にあの過去、ダッシュボードを送ったあの共有したことがある場合は、こういった形で候補みたいなものも出てくるわけです。で、えー、メールアドレスを送りたい人を決めたら、招待する人にメッセージみたいなものを入れることができると。例えば、ダッシュボードを共有します。なんかあったら連絡くださいみたいな。まあ、こういったメッセージを自由に入れることができるような形になっています。これはまあオプショナルという形になっていますね。 で、実際にこのダッシュボードを共有すると、共有された人には、こういったメールが届きます。さっき入れたこのメッセージであったりとか、ダッシュボードを開くためのリンクっていうのが表示されるような形になるわけです。こちらで開くというアイコンをクリックしていただくと、こういったログイン、このダッシュボードを見に行くためのログイン画面みたいなものが表示されるんですが、エクスプラトリーデスクトップのライセンスを持ってない人、どうなるんだろうって気になる方もいらっしゃると思います。そういった方であれば、実はこちらのリンク先からですね、 無料でこういったダッシュボードを見るためのビューワーアカウントっていうのを作成することができるんですね。なので、エクスパートにデスクトップを持っていない方も、ビューワーアカウントというものを無料で作成をして、プライベートに共有されたダッシュボードを閲覧することができるような形になるわけです。アカウントをひとたび作ってしまえば、このログインというところからログインしていただければ、ダッシュボードが見れるようになるというような形になるわけです。 他にもですね、こういったダッシュボードを常に最新のデータに更新をしておきたい、保っておきたいということを、まあ、当たり前のニーズとしてあると思います。そういうときに関しては、このダッシュボードのところに、このスケジュールボタンというのがありますので、こちらをクリックします。 スケジュールをクリックすると、このスケジュールを設定するためのダイアログというのが表示されます。こちらの方で毎日繰り返すのか、毎分繰り返すのか、毎日といったことが設定できるんですが、まあ、例えば毎日朝8時になったら、Salesforce にデータを取りに行って、このダッシュボードを更新したいというところがあるのであれば、そういったものを設定をして、設定を保存することで、このスケジュールというものをエクスパートリのサーバーから実行するということができるようになります。 で当然、こういったスケジュールあのスケジュールというのがまあ日々、毎朝8時になったら実行されているんだなというところは、設定したときは当然覚えていると思うんですが、時間が経ってしまうと、いちいちそんなことを覚えていないということもあるかもしれないです。そういうときには、実はこのスケジュールされているダッシュボードというのは、公読することができます。こちらのメニューのほうをクリックしていただくと、通知メールの公読というのが見えてきます。こちらはダッシュボードをパブリッシュした人であっても、えビュワー,ーとしてダッシュボードを見ている人であっても、誰でも見えるような形になっています。こちら こちらのところで通知メールの購読というのを選択していただくと、例えば毎朝朝8時にスケジュールを実行するというふうに設定をすると、毎朝8時にダッシュボードが更新されたよという通知メールが届くようになるわけです。はい でまあ、今話したようにスケジュールを設定するとエクスプロトリーサーバーは Salesforce から直接最新のデータを取得するという話をしましたが、まあ、そもそもこれってどういうふうに実現してるんだろうというふうに気になる方もいらっしゃるかもしれませんエクスプロトリーは Salesforce、ね、からこのエクスプロトリーデスクトップにまずデータをインポートするということをしていますがこの時に OOS というまあ認証をですね利用して Salesforce からデータを取ってくるような形になるんですがダッシュボードをエクスプロトリーサーバーにパブリッシュをするとその OOS の情報はですね一緒に ダッシュボードだったりとかダッシュボードを構成するデータ、チャートと一緒にエクスプローアトリーサーバーにパブリッシュをされるような形になるわけです。そうすると、次回以降スケジュールが設定をされていれば、エクスプローアトリーサーバーっていうのは、この o ー s ですね、パブリッシュをされた o ー s の情報を使って、Salesforce のデータにアクセスをして、常に最新のダッシュボードを更新し続けるということを実現しているわけです。 で、今紹介したような、このダッシュボードのライフサイクルですね。この Salesforce というよりか、ダッシュボード、もうちょっと細かくですね、詳しく、ダッシュボードのライフサイクルという形で紹介しているセミナーもやってますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、そちらをぜひご参考いただければなと思います。えー、我々のウェブサイトに行っていただいて、学ぶのところに、How to チュートリアルっというのがございます。こちらクリックしていただくとですね、この左側のところに、我々が公開している情報のこういったメニューですね、そういったものが見えてますので、レポーディングのところからダッシュボードというのを選択していただくと、このダッシュボードの ライイフサイクルセミナーというものが見えてきますので、もしもうちょっとこうダッシュボードの運用について細かく知りたいというところがございましたら、こちらの方からご参加やご視聴いただければなというふうに思います。で、まあ、今こうやってダッシュボードが運用できそうだなというところは皆さんにもこう思っていただけているかなとは思うんですが、当然、人によってこういったダッシュボードっていうのはこう見たい切り口っていうのが変わってきますよね。 例えば、全世界グローバル展開しているような会社であれば、このダッシュボードヨーロッパの軸で見たいとか、北米の軸で見たいとか、アジアの軸で見たいとかっていうことっていうのは、よくある話かと思います。であれば、このブラウザを通して、自分が見たいデータに、このダッシュボードをアップデート、あるいはフィルターすることができたら、すごく便利ですし、こういったことができるようになると、ダッシュボードを作る人っていうのは、いちいちヨーロッパ担当向けのダッシュボードを作ったりとか、北米担当向けのダッシュボードを作ったりってことをしなくて済むようになるわけです。当然皆さん とといいいいいいうふううににに効率的にこういったたレポーティングしてき思まで、そこで今からですね、ダッシュボードのパラメーター化という話に入っていきます。で、このダッシュボードのパラメーター化、どういう話かというとですね、このダッシュボードをパラメーター化するということができるんですが、このダッシュボードをパラメーター化すると、今、紹介したようなニーズ、つまり、一人一人が興味ある対象にデータを絞り込んだ上で、ダッシュボードを表示させるということができるようになります。 イメージでいうとこんな感じですね。さっき紹介したようなこのダッシュボードのところにパラメーターというものがまあ表示されるので、ここからインタラクティブにですね、例えばスケジュールだったりとか、えー、案件がどういうタイプのものなのかというのをフィルターしてアップデートすることができるようになるということになるわけですで。じゃあこのパラメーター、どんな利用シーンがあるのかというところで、3つの利用シーンを簡単に紹介をさせていただきます。データソース。データソースっていうのはデータをインポートしてくるようなタイミングですね。であったりとか、あるいはこのフィルターのステップをデータの加工,とデータ加工のステップとして してフィルターを追加したときあるいは作ったチャートの中でこのパラメーターっていうのを設定することができますでは一つずつ見ていきましょうデータソースの中でこのパラメータを設定するというところでいうと冒頭でちらっと紹介をしましたがこのデータをインポートしたときにこのフィルターというのを 設設定定すすするるるここことととがががででききよという話ををししままたが実はこの中にパラメータ例えばこのクローズデートいつ案件が終わるのかというような列があった時にここがこのデートというパラメータを設定すると自分が選びたい任意の日付以後のデータを取ってくるよということができるようになるわけですね。 で今度はですね、ステップという話がありました。ステップっていうのはこのステップのところで例えばフィルターというステップを追加をしていたときに通常はこのステップのところで値でなんかどれに等しいか例えばこの案件というのが新規向けの案件なのかとか既存顧客向けの案件なのかというところで値を選ぶような形になるんですがこのパラメータを選択をすると後からこの選択肢を変えるということができるようになるわけです。 で最後にこの利用シーンとしてチャートというものがございました。さっき作ったチャートですね、このチャートのところで、チャートの中でフィルターというのを設定することができるんですが、このチャートのフィルターの中でも、同じようにパラメータというのを設定することができるような形になるわけですね。例えばこのチャートでいうと、案件の制約角度っていうのが何パーセント以上かっていうものを、後から、ええ何パーセント以上かのものに絞るということを、後からダッシュボード上で変えていくということができるようになるわけです。 でじゃあ実際にこの作ったパラメータはどういうふうに使えるのかというところでいうとエクスプラトリーデスクトップからで言うとこの右上のところにパラメータウィンドウのアイコンがございますのでこちらをクリックするとこういった右側のところにパラメーターペインというものが表示されるのでこちらからパラメータの内容を変更してパラメータ <laughs> すいませんパラメーターがひもづくデータやチャートっていうのをインタラクティブにアップデートしていくってことができます。で、ちょっとまとめさせていただくと、で、実際にですね、このパラメータっていうのは、今、データソース、ステップ、チャート、3つの利用シーンがあるよという話をさせていただきましたが、このアップデートするパラメーターによって、どこの部分のデータがアップデートされるかっていうのも決まるんですね。 どういうことかっていうのをちょっとこのビジュアルを使って紹介していきたいと思います。例えばパラメータを設定する前みたいな形で、まあ、いわゆるデータを取ってきて、計算を作成をして、フィルターで何らかのものを絞って、また計算を作成するというところで、各々の,のステップに紐づ付けてチャートを作っていたとします。で、今紹介した3つのパラメータをこのビジュアルに追加をするとこんな感じになるわけですね。デートっていうパラメータがあったりとか、この案件が新規なのか、既存顧客。 新規向けなのか既存顧客向けなのかだったりとか案件角度がどうなっているのかこういったパラメータを各々のステップだったりとかチャートの中に入れることができるわけですね例えばこの緑っていうのはデータソースのステップですねこちらのところで何日以降のデータを取ってくるみたいな形でパラメータがしているこのタイプっていうものはこの案件のタイプっていうものをフィルターするステップの中でパラメータ,かパラメータを作って使っているでこのチャートのところでいうとチャートの中のフィルターというものを使ってパラメータを設定しているということになるわけですね でじゃあ、各々の挙動と実際のデータがどういうふうに連動しているのかというところの話をさせていただくと、例えばこのデータソースの中で設定したパラメータをアップデートしていきましょう。今回のケースでいうと、このデートっていうのをアップデートすると。そうすると、自動的にこのエクスパラトリーデスクトップイントっていうのは、Salesforce にデータを再取得しに行ってですね、えー、その内容に応じた形で、例えばこのデートが2021年1月1日以降というようなパラメータを設定しているのであれば、そのデータを取ってくるような形になると。 続いてこの各チャートだったりとかステップのデータっていうのは構成されているのでデータが新しくなれば全てのステップおよびチャートっていうのがアップデートされるような形になるわけです。 じゃあ今度はこのステップの中で作ったフィルターのこのパラメータをアップデートすると何が起こるのかこの案件というのが新規なのか既存なのかアップグレードなのかみたいなものを変えると何が起こるのかというところで言うとこちらのフィルターのパラメータをアップデートするとですね今度はこのフィルターのステップに紐づくく全てのチャートとデータっていうのがデータはこのステップに紐づ付くようなデータだったりとかチャートっていうのが更新をされるような形になるわけです今回この上のステップの方にあるこのチャートっていうのが更新されてない理由はこのフィルター データのステップっていうのが、そもそもこのチャートができるステップよりも後のところにあるからという形になるわけですね。なのでこういった形で途中のデータを変えてチャートをアップデートするっていうことができるようになるわけです。 でじゃあ最後にですね、チャートフィルターのパラメータをアップデートすると何が起こるのか、チャートフィルターっていうのをこのチャートの中で設定することができるよというところで、それをパラメータができるという話をしました。で、今回この商談の制約確率みたいなこのプロバビリティというパラメータをアップデートすると今度は何が起こるかというとですね、今度はこのパラメータを設定したチャートだけが更新されるというような形になっているので、どこでパラメータを設定するかによってこう自由自在にパラメータを、えー かけてですね自分が欲しいデータに絞り込んでいくってことができるような形になるというわけです。 で、今、なんか個別のチャートだったりとかデータの話をしてきましたが、実はこれ、ダッシュボードの中にひも、ダッシュボードの中のチャートに紐づ付くすべてのパラメータっていうのは自動的にですね、収集されます。例えばこのチャートにパラメータが3つ紐づ付いてるよっていうのがあるのであれば、実はダッシュボードを実行するだけでこのパラメータアイコンっていうのが表示をされてですね、ダッシュボード上にこのパラメータアイコンをクリックすると、このパラメータっていうのが自動で表示をされるような形になります。で、このパラメータが入ってるダッシュボード、エクスプラトリーデスクトップでこのパラメータが入 いているダッシュボードをパブリッシュすると、まあ、さっきみたいなこのブラウザを通してですね、えー、ビューワーであったりとか、ダッシュボードをパブリッシュした人っていうのが、このパラメータアイコンをクリックして、自由にパラメータというものを操作することができるようになるというような形になってます。で、実際にどんな感じなのかっていうのをちょっと簡単に紹介をさせていただくと、これがまさしくパブリッシュをしたダッシュボードになっていてですね、こちらにパラメータアイコンというのがあるので、こちらをクリックしてデータをオンにするというところで、例えばデータソースにですね、 えー、このパラメータが入っているというのであればこちらの方のデータっていうのをアップデートするとデー,タのデータをセールスフォースから再取得してこのチャートすべてをアップデートするってことができたりですねこのプロバビリティっていうのはチャートにひも付いているものなのでチャートだけをこうアップデートチャートのデータだけをアップデートするってことができるような形になるわけです試しに1個やっていきましょうかプロバビリティのこの制約確率っていうのが30%以上というところで実行してあげると今この30%以上に絞った状態でのデータが返ってくるというような形になっていると。 いうことになるわけですで一つですね、補足のご説明がございまして、実はこの冒頭でデータの取得方法二つあるよという話をしました。UI からデータを取ってくるよというところと、SQL を書く、SOQL を書いてデータを取ってくることができるという話をしましたが、実はこの中でもパラメータは利用することができるような形になっております。で、パラメータのですね、詳しいご紹介に関してもですね、過去オンラインセミナーでご紹介をしていますので、興味がある方がいらっしゃいましたら、先ほどと同じように学ぶのところから、How to チュートリアルにアクセスしていただいて、 今度はこの共有方法というところの、えー、サブメニ,ューメニューの中にパラメータというところがございますのでこちらを選択してください。そうするとこのオンラインセミナーパラメータの使い方というのが表示されるのでこちらをクリックしていただくとパラメータのどう,どういうふうにパラメータを作ればいいのかといったところを、えー、学んでいただくことができるような形になっていますというところで、えー、パラメータ、足ボードのパラメータかの紹介をさせていただきました。 で、最後ですね、統計機械学習モデルを利用した予測と分析というところになってきます。で、えー、ここではですね、時系列予測と分類の予測、2つの予測と,予測と分析といった話をさせていただきたいと思います。でまず時系列予測ですね。で、こういった、まあ、今、 えー、今日お話しさせていただいたのは、オプチュニティのデータを使って、こうデータをこう可視化をしていくみたいな話をしました。当然、このオプチュニティ、案件に勝つか勝てるかっていうので、ビジネスの収益っていうのは決まってくるような形になるので、当然、このオプチュニティに勝てば勝つほどいいっていう観点で言うと、オプチュニティの数っていうのはすごく重要になってくると思います。で、こういったオプチュニティ、案件っていうのは、なんかある日突然こう発生するものではなく、もともとはリードと呼ばれるような見込み顧客っていうものをナーチャリングしたりとかして、こう案件化していくみたいな話があったりするというところがあるので、 こういったリードが多いほど案件は増えていくっていう形になるのでリード数っていうのがある意味将来のオポチュニティの数の先行指標になるってことが言えますよね。誰はなんか全てのベースとなるこのリードの数っていうところを将来どうなっていくのかっていうところを理解することができればオポチュニティの数がどうなるかひいてはえー周益がどうなっていくのかっていうところに対して をていくことができるというような形になっているというところで、まあ、皆さんもこういったチャートを作ってですね、例えばこれがリードの数だとしたときに、まあ、青色がこう実測値ってなってますが、リードがどういうふうに増えていってますかっていうものをまあこう価値化するってことはよくやると思うんですが、最終的にやりたいことっていうのは、このリードの数をこう予測をしたい、最終的にリードがどうなっていくのか、増えていくのか、減るのか、えー、あるいはそれがどれぐらい増えるのか減っていくのかっていうところを予測したいっていうところがあると思います。 でこういったこう時系列にデータを並べていったときに、将来的にどういうふうにな値が得られるのかというところを予測するのをこう時系列予測と言ったりするんですが、まあ、こういったで、えー、過去のデータをです、ねまあ、トレーニングデータ、まあ、予測をするためのデータとして、えー、日付から予測値を、今回の数で言うとリードの数を予測するようなモデルを作るというような形になるわけですと。でまあ、未来の日付を入力すれば、その未来の日付での値を予測するということもできるような形になっています。 で、今回いくつかエクスプロラトリーの中でもこの時系列予測のモデルをサポートしてるんですが、このプロフェットと呼ばれるようなですね、Facebook にもともといたデータサイエンティストが作ったアルゴリズム、まあ割と最初のアルゴリズムになる,なると思うんですが、こういったものをエクスプロラトリーの中ではですね、UI から簡単に使うことができるというような形になっているので、そちらを紹介していければなと思うんですが、このプロフェットのいいところっていうのが、えー こう従来のこう時系列予測のモデルっていうのは結構あの扱うためには専門的な知識が必要だったりとか複雑だったっていうところがあるんですがこの Profit っていうのは統計とか時系列予測の専門知識がなくても簡単に使えるというふうになってるので日本でも今どん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 利用してる方っていうのは増えてますしエクスパートリーユーザーの多くの方にも使っていただいているようなアル,ゴリズムアルゴリズムになるかなというふうに思います。でこの Profit ですねすごく簡単にまあ説明をさせていただくとこういった対極的なトレンドだったりとか周期の季節でなんか年の周期性 どうなのかとか週の季節性がどうなのかとか、日の季節、周期性がどうなっているのか、そういったところだったりとか、こういった祝日の効果、クリスマス新年、自分たちが持っているようなこうイベントの情報、そういったものをこう組み合わせるようなことによって、より精度の高い予測をしていくってことができるような形になっているというところで,で、実際にこう説明をするよりも多分見ていただいた方が早い部分はあるかなと思うので、ここからはリードのデータというのを使って、実際にリードの数がどうなっていくのかというものを簡単に予測していきたいというふうに思います。じゃあですねエ 方に戻ってですねエクスプロラトリーを開くと。で今回、あらかじめですねリードの情報というものを私の方で用意をしていたので、このリードリストというのを読み込んでいきたいと思います。でこのリードのデータはどうなっているかというと、まあ、セールスソースのデータはまさしくそうですが、1行が1リードというような形になっていて、どこの会社の人でどこの誰だ,だったりとか、どっからリードソースというのはどこから人が来ているのかだったりとか、産業が何なのかだったりとか、まあ、そういった情報が見えてくるような形になっているわけですね。で通常、こういったデータを皆さん、このよくやるということとしては、どういうふうに リードのの数が増えているのかなっていうとうころで例えばこういったラインチャートみたいなものを選んでですねこのクリエイティッドデートっていうのはリードになった日というふうに言うこともできるのでこちらを、えー、じゃあ Y ジンクのところに今回1行が1リードみたいな形になってるので行の数っていうのを選択してあげると年ごとのこの新規のリードの数みたいなことが見えてくるというところでじゃあこれをですね週単位に見ていきたいとかっていうのがあるのであればこれを週とかにしてあげると週単位のリードの数が見えてくるっていうのがあるんですが最終的なこの先を皆さん知りたいというところになってくる ですねでじゃあプロフェットっていうのを使ってこの先をどういうふうに予測するのかっていうのを見ていきましょう。 このアナリティクスというビューに移動して、こちらの方からタイプのところに時系列予測というのがあります。で、今回はこの時系列予測のプロフェットというのを使って時系列予測をしていきましょう。時系列予測のプロフェットを選択をして、じゃあさっきも週でトレンド見たっていうのがあるので、このクリエイテッドデートというところも週にしちゃいましょうか。週にして、値に関して言うと今回はこの1行が1リードっていう形になるので、このまんまでも問題ないような形になっているので、ここで実行というのをしていくような形になると。 いうところで、まあ、今こちらの方でですね、えー、プロフェットのモデルができてですね、えー、将来のデータを予測することができたような形になります。この青で見えているのがカウントっていうのが元々見ていたトレンドに対して予測というのが将来の予測値になっています。で、この将来の予測値、デフォルトだとこの10単位分、今回は10周というような形で予測をしているので10周分になってますが、まあ、例えば52周分、1年間分の予測したいとかっていうのがあるのであれば、このプロパティから52周にしてですね、実行とかっていうふうにしてあげると、この 52周分の。 将来の予測をすることがで、きるよううににななったという形になりますでここの方ですね、解釈としてこのトレンドとかっていうのを見ると、対極的なトレンドがどうなってるのか、伸びてってるのか、減ってるのか、トレンドの変化っていうのがどういうところで起きてるのか、あるいはこの年周期とかっていうものを見ていただくと、この週単位で見ていったときに、1年間の中でどういう周期性があるのか、例えば今回のケースでいうと、4月とかになると割とこうスパイク、リーダーの数が増えるみたいなところが、まあ、新しいなんか予算がついたとかっていう風に考えると、なんかすごくリーズナブルな気がしますが、そういった、えー、トレンドを捉えた 上でこの予測っていうもののを作ってるわけですね。この効果のところを見ると実際にさっき紹介したこの年周期の季節性とトレンドというものを合わせた上で予測値が予測されてるっていうのを理解することができます。 はいで他にもですねこの変数重要度っていうのをクリックしていただくと、この、えー、そうか今回に関して言うと、えー、データというものがもともと行の数でしか予測をしていないような形になるんですが、例えばこのマーケティング予算みたいなものがある程度決まっているようなものだったりとか、リードの数と相関をしているだろうみたいなところが見えているものに関して言うと、ですねこの外部予測っていうところにそれらの変数を使っていくみたいなことができたりします。ちょっとと皆さん多分イメージからないかなない思うので実際に やっていきましょう。今回このエクスペンスというところにですね、元々この。 将来というか、過去から現在に至るまで、毎週いくらぐらいの,この広告予算、例えばこのデジタル広告予算とか DM、ダイレクトメールの予算にどれぐらいお金を使っているかとか、セミナーにどれぐらいのお金を使っているかみたいな情報があるので、こういった情報を使って予測の精度を高めたりですね、どういったものとこのリードの件数っていうのが相関があるかというのをえ簡単にですねえ予測したりとか分析していくことができるような形になっています。今のデータというのがこのテーブルのところに行くと、1行が1リードみたいな形になっているのに に対してさっきのこのこエクススペンスですねマーケティングの予算とかどれだけお金を使っているのかっていうのは週ごとの情報になっているので集計みたいなものをしてあげる必要があるのでちょっと一回集計しちゃいましょうこのクリエイティブデートというところから集計を選ぶとこのグループ化というところでこのリードになった日の情報が出てくるのでここの集計のスケールを週に変えてあげるとで今回このナンバーオブローズっていうのがリードの数になるので今回はこのまま実行しちゃいましょう こうすると週ごとに新規のリードがどれだけあったのかっていうのを集計することができたと。じゃあ、このデータとさっきのマーケティングでどれだけお金を使っているデータ、どれだけお金を使っているかっていうものと結合したいとかっていうのがあるのであれば、このクリエイテッドデータのところで結合というものを選択をしてあげてですね、マーケティング予算のこの Expense というところの,この日付の情報と結合してあげることができます。 この結合というものを実行してあげると、この5月28日にどれぐらいのお金を広告予算を使ったのかというような情報が見えてくるような形になってくるというところで、このデータをもとにもう一回ですね、このプロフェットをかけていくということができるような形になります。じゃあですね、今度はこのピンのところをこの結合した後のステップに移しましょう。 こちらのところから、えー、実行していきたいんですが、今回この値は行の数ではなく、このナンバーオブローズっていうのが、リードの、新規のリードの数っていうのを集計した形になるので、ナンバーオブローズっていうのを選択します。で、実際にこの広告予算いくつか入れていきましょうか。このデジタル広告だったりとか、このダイレクトメールっていうものを入れていって、実際にこれで実行っていうのを押していきましょう。 そうすると、このデジタル広告だったりとか DM の費用を考慮した上で、この予測モデルがこう作り直されるというところで、さっきよりも実際のこのデータに対して、このナンバーオブローズっていうのがリードの数っていう風になるかと思うんですが、この予測値っていうのがまあちょっと微妙ではありますが、よくよく見てみると結構よくなってるみたいなところが分かってくるわけですね。さらに、さっきちらっとご紹介しかけたですねこの変数重要度っていうのを見てみると、いくつかこの デジタル広告の予算だったりとか年収期のトレンドだったりとかこのダイレクトメールというようないくつかのこの予測モデルを作る上での要素というものがどれが一番、えー、このリードの将来の件数を予測する上でこう重要かというものが変数重要度というところで見えるような形になってます。でこれ見るとあデジタル広告っていうのがこの中での変数の中では一番予測に影響を与えてるんだなっていうところを理解することができるので、まあ、そんなに実際のビジネスはシンプルじゃないかもしれませんが例えばこういったダイレクトメールをやるぐらいだったらデジ デジタル広告をもっと力を入れた方がいいんじゃないのかみたいなことを考え始めることができるというところがあるというところでこの時系列予測というものを紹介させていただきました。 で続いてですね、えー、今度はこの機械統計機械学習モデルを利用した予測と分析というところで分類の予測という話をしていきたいというふうに思います。でこの分類の予測というのはどういうことかというとこの過去のデータをもとに予測モデルを作って将来予測する。そこはなんかさっきもあまりあの変わらないんですが、大きな違いでいうと過去のデータの中に答えがあるというところが大きな違いかなと思いますで。具体的に例えば具体例を出すと、例えば過去に誰が有料顧客としてコンバートしたか分かっているだったりとか顧客の属性データみたいなものがあると。でそういったデータから 新しい見込み顧客、案件リストだったり、そういったところから、誰が流量顧客になるのかであったりとか、誰が制約をするのかっていうような分析をしていくことができるような形になっています。で今回もですね、えー、この制約を予測するモデルっていうのを作って、ですね制約する案件の特徴を理解して、でさらにこう制約を増やすア,ンクンアクションにつなげるために、この将来の案件の制約確率っていうのを予測するっていうのをやっていきたいと思います。 でさっきとこの違うデータでですね、このオポチュニティのリスト、1行が1案件になっているようなリストがあるような形になるので、それを使って、この予測みたいなことに入っていきたいと思います。で、今回、このステージネームがクローズドボーンになっているようなものの特徴を知りたいというところがあるので、なんかこう制約に至っているか、至っていないかという列が必要になってきます。そういうときには、実はここからですね、さっきと同じような形で、この計算を作成というのを選んでですね、このステージネームが、 このイコールイコールっていうのがこの等しいみたいなことを意味しているのでステージネームがクローズドウォンというような新しい列を作っていきましょう。でここが列としてはまあイウォンみたいな列になるのでこれで実行してあげます。 こうすると、このステップが追加をされて、新しい列として、イズボ e ンという列が出てきました。で、これを見ると、この true と false っていうのが何件あるかっていうのが見えてくるっていうのと、true の割合っていうのが11.7%あるっていうのが分かるので、あ、なんか全体の案件の勝率って11.7%なんだなみたいなことが理解できるような形になります。で、じゃあ、この中でもよりこの,あの案件が制約するかしないのかみたいなところに何が影響しているのかっていうのを理解したいときには、こちらの相関モードというのをクリックしていただいて、でこちら こちらの方からですね、えー、こち相関ノードでは数値型のデータだったりとか、あるいは今作ったような、このイズボンみたいな、Yes か No かみたいなデータを選択することができるので、今回、このイズボンというものを選択しましょう。こうすると、さっきまで見せたこのサマリの情報というものから、このイズボンと各列の相関の関係というのが、チャートでこう表示をされるような形になるわけですね。 例えばこのソースっていうところで見ると、Y 軸っていうのは制約率になっていて、この X 軸っていうのがソ総数、どこからこの案件が来てるのかっていうものを表していると思うんですが、リファラル、いわゆる紹介案件ですね、ウェブから来てるとか、電話での問い合わせみたいな、こういったものが見えてくるというような形になってます。で、えー、じゃあどこが相関してるのか、より詳しく理解したいとかっていうのがあるのであれば、この相当のところで、この制約をこうどれだけうまく分類できるか、要は制約とより相関が強いものっていうものを、この AUC という指標で測ることができ るるるんんでででですすががこここ列を並び替えてあげることができるんですね AUC でこの列を相当してあげると、まあ、すごくシンプルに話をすると、相関が大きいものから順にですね、すべてのチャートが並べ直されるというような形になるわけです。まあ、このステージネームとかを見ると、そもそもステージネームがこうイズ、えー、クローズドウィンになっているものがイズオンになっているので、あんまりここら辺は参考になりません。プロバビリティがなんか100になっていれば勝ってるのは当たり前だよねっていう話はあると思うんですが、えー、例えばですね、このコールアマウント、電話をした回数みたいなところ があると思うんですが、例えばこういったチャートからですね、電話の回数が増えていくと、あるところ、例えばこの8回、9回ぐらいのところまでは、電話をかける数が増えていくと、制約率が上がっていくよというところが見えてくるような形になっています。で今、これ帯で見えているのは、信頼区間といってですね、この誤差みたいなものが見えているような形になるので、まあ、電話を8回以上かけると、まあ、あとはなんか制約確率が上がるのか下がるのか、ちょっとなんとも言えないみたいな形になっているというのがチャートからも分かりますし、さっき紹介した AUC というまあ相関、どれだけ制約をうまく分類できているのか。 相関の仕様だと思っていただければいいかと思うんですが、こちらが0.75というところで、この AUC0 から1の間というような形で動くような形になるんですが、あまあ0.75ぐらいなんだなというのが分かったりですね、実際に今見えているこの相関というのがどれだけ信憑性があるのか、優位性があるのかというところが、この P チというところから確認できたりするというところがございます。 であとはですね、こういったところから、多変量解析と呼ばれるような、皆さんも重回帰とかっていうふうに聞いた方いらっしゃること、重回帰というものを聞いたことがある方もいらっしゃる,る,しゃるかと思いますし、機械学習のモデルですね、えー、決定技とかランダムフォレストとか、XG ブーストとか、そういったモデルを作りたいというところもあるかと思います。そういうときはですね、こういったアカウント、えー、列の方をですね、全部こう、モデルに追加をしたい列っていうのを選択をして、まあ、ちょっとクローズデートとかいらないので、省いちゃいましょうか。列を選択して、こちらのメニューの方からですね、えー機械学 学習だっったりとか統計ののモデルっていうのを簡単に作ることができるようなな形になってますこちらでロジスティック回帰を作成というボタンをクリックするとこのアナリティクスビューというところの下で多変量解析のモデルが作られるような形になっているというような形ですね。でここからはです、ね、ちょっとですねスライドの方に戻ってですねどんなことがわかるのかというような形で紹介をさせていただくと、まあ、こういった予測モデルを構築するとこういった予測タブというのが表示されるんですがこの予測タブから、まあえー、モデルがモデル このモデルがですね、構築したモデルが制約と各変数の関係をどんな風に捉えているのかっていうのを理解することができるとか、まあ、例えばこのコールアマウントっていうのが増えていけば増えていくほど、この制約確率は上がるっていう風に、この予測モデルは捉えてるんだなっていうところであったりとか、さっきプロフェットのところでちらっと紹介したようなこの変数重要度ですね。エクスプロトリーっていうのはこのアナリティクスのこのグラマー、文法というような形で、基本的に作ったモデルっていうのが同じように解釈できるような形でこのアナリティクスを作ってますので、同じようにこの変数重要度っていうのを見ると、あ何が この制約に影響度が高いんだなみたいなところを理解することができると、まあ、今回のケースでいうと、通話回数っていうのが影響しているんだなっていうところを理解することができる。であったりとか、このサマリのところを見ると、構築したモデルの精度が確認できたりとかっていうのがございます。で、実際に予測結果どうなってるのっていうのを知りたければですね、このデータっていうところをクリックしていただくと、このプリディクテッドラベル b e l p r e d i c t e d p r o というような情報が見えるので、まあ、こちらからどういうふうに予測してるんだなっていうのが理解できるんですが、まあ、そもそもなんですけど、今回ってモデルを作ってるデータの中にこう制約しいこ してるかかかどうかみたいな情報があるので、将来最終的にしたいことっていうのは、この予測モデルを適用して、こう将来の予測モデルを見たいっていうところがありますよね。なんで、本来であれば、まだ結果が分かってない案件の制約を予測したいというところがあると思います。でそういう時には、実はまだこう確定してないような案件ですね、そういったデータをインポートすると。でこの時には予測モデデルを作ったよよううななータと同じような こう型ににななななってるるよよううデーータをインポートすす形になりますそういったデータをインポートして、このアナリティクスビューの,このス,テんステップメニューのところから、モデルで予測、アナリティクスビューというのをクリックしていただくと、この先ほど予測をしたこのオポチュニティというところで作ったこの予測モデルというあのデータフレームと、実際に作った予測モデルというのを選択することができるような形になっていますので、こちらで。 このモデルで予測を実行していただくとそれぞれの案件ごとの予測結果が出力されるような形になるのでそれをもとに次の一手っていうのを考えることができるような形になっているというところでですね時系列予測と分類の予測というようなところで2つのアナリティクスの活用事例みたいなものを紹介させていただきました。 コンテンツの内容としては以上になっておりまして、ここからは次回のセミナーというところで紹介をさせていただきます。えー、次回はですね来週オンラインセミナー59回というところで、アンケート分析パート2という形で、えー、開催を予定しております。えー、しばらく前にですねアンケート分析パート1というものをやっておりまして、今回、えー、新たにですねアンケート分析を、えー、より効率よくできるようないくつかの機能がですねバージョン6.6でサポートされましたので、そちらのご紹介をさせていただければというふうに思いますで。こちらの方はですね、エクスパートにウェブページの 学ぶのヘッダーメニューからオンラインセミナーをクリックしていただいて、こちらのアンケート分析パート2というところのリンクをクリックしていただくとご参加いただくことができるので、ぜひまたおを楽しみにしておいていただければなというふうに思います。それ以外のところで言いますと、データサイエンスとブートキャンプというのを我々定期的にやっております。次がですね8月に開催をして第22回を迎えるというな形になっています。今日紹介したようなですね、最後の方に紹介したようなこのプロフェットだったりとか、まあ、ロジスティック会議だったりとか、ランダムフォレストだったりとか、そういった機械学習とか統計のモデルというものをですね、 えー、プログラミングすることなしに、こうどういうようなこう、えー、どういうふうにそのモデルができているのかであったりとか、裏側でどういうことをやっているのかといったところを、まあ、基礎から体系的に学んで、実際の業務で使うためにしていただくというトレーニングを開催します、えー。8月の17、18、19というところでやりますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、エクスパラトリーのこのウェブサイトの学ぶというところから、データサイエンスブートキャンプをクリックしてください。 はい、で、もう一つですね、えー、今日のセミナーの冒頭の方で紹介をさせていただいたようなデータラングリングトレーニング、データの,この加工、前処理、前処理、加工というところに特化したトレーニングを9月に開催することを予定しています。えー、こちらは9月の9日、10日と2日間で実施する予定になっておりまして、こちらの方の早割りですね、10%の早割りが7月8日までやってますので、これを機会にデータの前処理とか加工を学びたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひご参加検討いただければと思います。こちらも学ぶのところからデータラングリングトレーニングを選択していただくと、えー、詳細を確認 確認していただくことができますはいというところで、えー、本日の内容は以上になりますで、えー、ここからは Q&A とさせていただければというふうに思います